そしてあのプロレス体操の方がですね、はい、第0試合本当に私もあれ一緒に踊らせていただいたんですけども、はいはい、本当に気持ちがいいなと、うん、多くのあのファンの皆さんの前でもご披露されてきたと思うんですけど、はい、その布教活動というか、あのずっとそうですね、2020年、はい、ベストボディジャパンプロレスですか、はい、ここまではお客さんも立ち上がって、うん、一緒に体を動かしてくれたんですけれども、はい、それ以降はですね、やはりこう着席でないと感染できないので、うん、あ、そうなんですね。で、まあ、お客さんも座ったままで、うん、マスクをしたままでということで、うん、なかなかこれまたプロレス体操が元に戻るまでちょっと時間がかかるなと、うんうん、そうですね。ただね、ぜひね、一つで本当に新規のお客さんにね、はい、ぜひリングに足を運んでほしいと、うんうん、これはプロレスが好き、スポーツが好きじゃなくても、はい、例えば子供、もしくは、新しく社会に出る会社員、プロレスから社会を学ぶっていうことがね、うん、たくさんあるんですよ、はい、で今日あのガンナラさんが、はい、同席してくれましたけど、はい、レフリーから学ぶことの、はい、あまりにも多さに僕はびっくりして、すいません、なんか申し訳ない気持ちでいっぱい。いやいやいや、とんでもないです。いやいや、あの私でよろしければですね、はい、いろいろとお答えさせていただきたい、はい、まずね、はい、これはね、あの子供たち、はい、ね、まあ、あと若者に言いたいんですけれども、はい、うん、世の中には絶対という言葉はないと、はい、これね、リング見に来てください、うん、レフリーが叩くカウント1、2、3が早い時と遅い時がいや、そうですか。あのね、そうなんです、レフリーは分かんないんです。あ、レフリーは分かんないです。これね、我々が感じて、分かんないですね、おい早いだろうってね、うん、ついでこうなんか文句をつけてしまう、はい、もう、今の遅いだろうと、うん、こう見てこれも会社ぐらいとわざとゆっくり立ててんじゃないかみたいな、はい、これはね、我々のもしかしたら見てる側の錯覚なのかもしれないと、はい、まあでも機械じゃなくてレフリーも生身の人間ですから、はいはいはい、だってレオパルドンがランページマンと戦う時に、僕レフリーだったらレオパルドンホールしたらやっぱ気持ち早くなってほしいからやっぱりなりますよね。なるし、ランページマンをホールしたらやっぱ叩きたくない、そういう気持ちがゆっくり、もしかしたらコンマ何秒かに現れるかもしれない。なるほど。いやでもね、それこそがね、僕は正しい時間だと思うんですよ。あの子供たちがね、よく楽しい時間はあっという間だね、はい、でも嫌な、すごいこと言います、辛いね、勉強の時間とか塾の時間は、うん、なかなか時間が経たないと、はい、じゃあ絶対的な時間なんていうのあるの、うん、レフリーも、うん、絶対的な1、2、3なんてないんですよ、うん、メトロノームじゃないですからね。そうですね、うん、だったら機械でやればいいじゃないですか、はい、レフリーもね、一緒にあの選手と一緒に動いてますからね。動いてますから、はい、で第1試合とね、メインイベントってやっぱ疲れ方も違いますよね。そうですよね、はい、私ね、あのいろんな試合見てきましたけど、はい、あのリングの下で生で見ると、はい、もっと感じたことは、うん、はい、1、2の次、3までの時間がまたちょっと長いんですよ。1から2に行くまでと、2から3に行くまでの時間がね。なるほど。これあの、運動されてると分かると思うんですけど、あの有酸素運動なんですよ、これ、うん、なるほど。で、はい、同じに叩け、1回目、2回目、まだ元気なんですよ、うん、3回目、ちょっと乳酸がたまらない。でなるほどね、そうなんですよ。確かに、40ぐらいになってくると、ね、40の方もね、もう48ですから、高齢の方多いしね。そうなんです、高齢の方多いです。そうですよね、はい、だからそれはもう、あれ乳酸がたまってんだなと思ってください、うん、なるほど。あのこれはもう、あの恋じゃないです。なるほど、はい、もうあの、ね、もう生理現象なので、なるほど、ね、多めに見ていただきたいなと、はい、そこもお客さんもね、うん、温かい目で見ていただけると、うん、ありがたいかなと。プロレス見ながらね、はい、あの子供たちがね、新たな数学の発見とか、はい、物理の発見とか、はい、するかもしれない、はい、これを見て、はい、なんだと、うん、1+1は2じゃないんだみたいなね、うん、ことを ね、はい、発見ありますよ、絶対に。いつか確かに3カウントの論文みたいなものが出る可能性もありますね。出るかもしれないです。それもうちの一つの理由が乳酸素運動スピードの低下という、まあ、あとはあれですよね、場外カウントも20カウントなんですけど、はいはい、11から、はい、あのだんだん僕ちょっと冷や汗かいてくるんですよ。選手がもう奥の方まで行って行って、そうですよね、うん、頭に血が上ってエキサイトしちゃって、はい、ものすごい勢いで椅子でぶったたいたりしてる時に、12、13、14数えられますか。やっぱり気を使いますよ、椅子でバーンって叩くときに、ね、うん、バーンって叩くタイミングと一緒に僕が14なんて言ったら興ざめじゃないですか。そうですね、なのでちょっとその凄さを邪魔しないように、はい、なるほど、ちょっとカウントを止め
つつ自分も休んだりすることはありますよ、うん、なるほど、これ人間だもの、まあそうですよね、うん、はい、人間ですもの、それは人間ですもの、うん、しょうがないですよ、はい、誰がやったってそうなりますって。いやもう僕はやっぱり観客席から見ているとレフリーにどうしても見て振り向いてほしい瞬間とかってあるじゃないですか。ああ、ありますよね、これね、これはね、はい、あの2つ目の、はい、学んでほしい、学んでほしいところ、はい、お願いいたします。あのね、自分で見たもの、はい、これだけが世界だと、うん、自分の目で見たものだけが真実だと、はい、それが真実だと、そう、はい、だまあ今ネットでいろんな情報ありますけど、はい、それすらも疑った方がいい。なるほど、まず見ろと、まず見ろ、世界の、まあ、よくタッグマッチ、はい、一つのコーナーで一人を捕まえて、はい、二人三人で攻撃してる時ある、はい、おいおい一人だろとリング上、ふとレフリー見ると、はい、反対側のこうところでいろいろ注意してるんですよ、はい、うわもう当然客席と、おいレフリーレフリーチェックチェックって言っても、はい、まあこっちのはこっちのね、いろいろあるわけですよね、はい、あれは。そんなことがあるんですか。やっぱりレフリーの目では分かってない、ね、レフリーの見てる世界とまた我々の見てる世界って違うわけですね。いやだって、はい、例えば振り付け仮面さんをこのジョーロ見てください、はいはい、レフリーってレスラーに誰よりも近いんですよ、はい、でこのジョーロの目のところだけを僕は見てますよね、はい、誰がジョーロだと思いますか。ああなるほど、はい、目のところだけ僕が一番近くで見ているので、これはもう白黒のレフリーシャツと同じデザインの何かなんだろうなって僕は思っている時にお客さんから見たらジョーロなんですよ。なるほど、はい、だからね、ガンダラさんに今言いますけど、はい、たまたまガンダラさんがこっちのリングでいろいろこう、まあ、ロープ離してこうなんか、はい、で出てこようとしたのをずっと注意している間に結構反対側のところでは、そう反則が行われてることが多いんですよ。いやその人たちは地球が丸いって思ってるんですよ、はい、それね間違いですから。あそうですね、地球は地平線ですよ、丸くないんですよ。それはレフリーの目線はそうなんですよ。なるほど、はい、レフリーの目線とやっぱりその関係の目線違うっていうことですね。やっぱりその距離感が違いますから、そうですね、はい、僕らはどっちかというとこう遠目で見てるんでいろんなものが見れてますけど、はい、そこは違いますもんね。だからそれだけお客さんも見てる人たちもレフリーよりもはるかに上の存在だということですね。進化した存在、進化した僕はもう原始人というかまだ本当に1000年前ぐらいの生き残りなんですよ。なので温かい目で見ていただきたいな。なるほど、うん、まあね、でもね、はい、これをちょっと引いたところでね、うん、はい、レフリー見てると、はい、あこれはねまさしく世界を見てるようだと、うん、で、あなるほど、なぜ見たものだけが、全てだ世界だって、はい、その言ったのかと言いますと、はい、深い話になりますが、はい、世界中でまだ戦争がありますよ。そうですね、聞いてみると、はい、何戦争やってんだっていうふうに、ん、だからあっちの赤コーナーで反則やってんだろうみたいなことをね、うん、ガンダラレフリーにレフリーチェックチェックって言うけど、うん、じゃあ実際僕は赤コーナーの底行ったらなんか見えなくなってしまうのかなみたいな、ね、なるほど、いや、ま、だってあっちこっちで紛争が起こっても、はい、全部をいっぺんに解決することってできないじゃないですか。そうですよね、だからね、うん、ガンダラレフリーはまず青コーナーの問題点をまず正してるわけです、うん、そうですそうです、赤コーナーはその次の物事には順序がありますから、お一人しかいらっしゃらないですよね。だってこっちで何やってるかよりもこっちから入ってこようとして人間を止めなければまず、そうですよね、だってそうしないと2対1になっておかしいじゃないですか、うん、おかしいです。プロレスは1対1ですよ、タッグマッチでも、はい、でもこっちの人がコーナーで控えてる人が入ってくるのを止めなければ2対1になってしまうじゃないですか、うん、そうですね、まあ、でまた片やこっちでは2対1の構図が生まれてるんです。本当ですか、本当ですか、たまたまかもしれないけど、私たちが見てるとそんなことが起こってるんですか。タッグマッチになると必ずやその状況が起きるんです、はい、そうなんですよね、人間って本当にずるい。うん、そのことに関してですね、はい、そのプロレス団体は、うん、まあ、レフリーからも見やすいようにモニター作るとか、はい、そういう措置は一切しないですね。しないですね。まあですから我々が、うん、はい、レフリーこっちもってチェックしろみたいなね、はい、まあ、それが一つの正義であったりとか、はい、そうですね、まあ、そういう子供たちにとっては、うん、正義を学ぶ一つのいい機会なのかなみたいな。そうですね、あとレフリーはレスラーを信じてます、うん、なるほど、僕はそんなずるいことをやる人たちだと思いません。なるほどですね、だから5秒以内の反則とか言ってますけど、はい、必ず1、2、3、4ってやったら、はい、どんな悪いレスラーでも止めますよ、ね、止めますよね。これどう思いますか。犯罪の方とか、はい、僕がカウント取るんですよ、例えば、はい、1、2、DV やってる人に僕が行って、うん、1、2、3、4止めたら
素晴らしい人格者ですよね、うんうん、でもそれを止めないから彼らはダメなんですよ。なるほど。レスラーっていうのはそこでカウンルールちゃんと守ってるんですよ。守ってますよね。5秒以内の反則は認められるということですので、はいうん、今まさにね、はい、ガンダルさんがおっしゃってくれたことが、うん、今日の3つ目3つ目3つ目はい。レフリーはカウントを5数えて4で止めさせると、うん、ね、はい、プロレスだけですよ、まあ、反則が4まで許される。そうですかね、うん、ね、4まで退場させないと、うんうん、これね社会において何が言えるのかというと、はい、あなたの身近にレフリーを持ちなさいとさっきおっしゃったことですよ。あ、心の中にレフリーを持った方がいい、持った方がいいですね。それもすごい、で、そうですね、会社の仲間でも、はい、学校の仲間でも、うん、まあ、家族でも、うん、カウント反則のカウントを数えてくれるのが本当の仲間じゃないかと、うんうん、あ、そうですね、確かに素晴らしい、深い、はい、深い、深い、いや今日浅いと思ったんですか。いやいやいや、いやまさかでもそういうそのちょっとなんすか、ちょっと人生観に少し影響を与えるようなお言葉をいただいたってなんてすごい嬉しいなってちょっと思いました。これ見てる人本当これでいいですか。まあだから芸能界もね、うん、まあいろんなことで、はい、一発退場していく人がいるじゃないですか。あ、そうですね。その時に、うん、まあ、本人ご本人はもちろんなんですけど、はい、周りにね、うん、当然友達もいるだろう、はい、そうですね、カウント1、2、3、例えば3、4まで許しておいて、うん、5でなんとかやめさせる、うん、なんかそういう措置ができなかったのかなっていうね。そうですね、うん、あとやっぱりあの1回の失敗に対して世の中が厳しすぎますから、うん、そうですね、僕ね、はい、人生はね3本勝負だと思ってるんですよ、はい、あのまあ、1本勝負で負けたら終わりだったらこれプロレスじゃないんですよ、うんうん、負けてそこから這い上がる姿が、うん、これもう負けの美学、うんうん、でその後に勝てばいいわけですよ、はい、勝てないまでも引き分けでもいいわけですよ、うん、でもう一回負けたとしても学び場があればね、うん、いいじゃないですか、うん、だからそういったことを考えるとやっぱり一発退場の方があまりにも今の世の中多すぎるかなと、うん、ちょっと世知辛いなと思いますよね、うん、まあ、そういう、それもこれも、うん、やはりこのちょっとプロレスのリングを生で体験していただいて、はい、一発退場のない、はい、許されてる世界が何なのかと、うん、そうですね、でそこで、あ、やっぱりレスラーって強いんだな、うん、心技体、そうですね、心が強いんだな、うん、でそれを見てる観客も何か強いものを持ってるんだな、そう、お互いに頼って頼られて、その力を信じてるんだなっていうのはね、なんか僕は振り付け仮面としてリング上がってきましたね、うん、私が学んだことです。なるほど。で、まあ、スポーツですから、はい、思いもよらない試合がたくさんあるじゃないですか、うん、でそれに対して当然勝ったものは嬉しいし、うん、負けたものは悔しいし、うん、でもこの負けた人はそこからまた立ち上がるわけじゃないですか、うん、それがスポーツのいいところで、うん、やっぱり僕のね友達がね、このコロナ禍で仕事が全部なくなりました、はい、舞台関係の人ですね、はい、でその人やっぱりプロレス大ファンでね、うん、言いましたよ、今はね世界中がプロレスで言うとやられてる時なんだと、ああプロレスはあの特に技を受けるんで、うん、今コロナで全部やられてる技を受けてる時だと、うん、いいか、これから盛り返す時は来る、挽回する時は来るんだと、うん、なるほど、それを信じてると。確かに耐えどころですね、耐えどころ、耐えどころなんですよこれは、はいはい、このぐっと我慢してるところの後にこう大きく弾ける、楽しみが待ってると、そうですね、はい、だからどんな苦しい人も本当ギブアップしないでほしいですね、そう、あとカウント2で上げてください肩を、はい、はい、立ち上がってください、はい、うん、これはもうレフリーからのお願いです、簡単に3カウントを叩かせないでください、ね、うん、僕は叩きませんよ、うん、はい、もうそういうですね、もうお二人のお話を伺いながら、熱いトークですね今日は、はい、はい、ちょっともうこの後後半にも、はい、滑り込んでいきたいなと思ってる、なんと後半にはですね、振り付け仮面さんの因縁の相手からの情報が2人と入っていくと、はい、なんだろう、なんだろう、というところになりますので、後半もお楽しみください、はい。